皆さんこんにちは。 GCN ジャパンへようこそ。ブエルタエスパーニャ第4ステージのハイライトをご紹介します。前回の第3ステージでは今大会最初の集団スプリントステージになりました。トレックセガフレードのエドワード・トゥーンスがジョン・デゲンコルブの素晴らしいリードアウトによって集団スプリントに挑みましたが、ボーラ・ハンス・グロエのサム・ベネットには一歩及ばず、ベネットがステージ優勝を飾りました。さて、第4ステージのコースレイアウトはクレラからエルプイグの 175.5km、 平坦基調でスプリンター向けのコースといえますが、フィニッシュから46km 地点に3級山岳が待ち構えます。 100km 地点で早速動きがありました。昨年に劇的な勝利を収めたロッド・ソーダルのイエル・ワライスとブルゴス BH のホルヘ・クベロの2選手が集団から7分の差を作り逃げを構築。さらにこのステージでは大きなニュースがありました。今年のツールで3位になったユンボビスマのステファン・クライスバイクがリタイアを発表。チームタイムトライアル後から膝の怪我で苦しんでいると伝えられています。残り56キロとしたところで EF エディケーションファースト勢が多く巻き込まれるクラッシュが発生。個人総合3位のリコベルト・ウランがドクターカーにて治療した後バイクを交換。チームメイトのミッチェル・ドッカーとともに集団に追いつき、無事にペロトンに戻ることができました。その後の中間スプリントポイントでは2選手で逃げていたロッド・ソーダルのイエール・ワライスが4ポイントを獲得。先ほどクラッシュしてしまったリコベルト・ウランはレースドクターカーで手の治療を施しています。この怪我によるレースへの長期的な影響がないか心配されます。さて、ここからは第4ステージの山場である全長 5.8km、 平均勾配 4.5% のプエルト・デル・オロネットに入っていきます。途半中にゲリラ豪雨が襲いますが、局地的な雷雨であったため2分弱の差がある逃げた2選手が頂上を通過するときには路面が乾いていました。背後では集団から1人飛び出したブルゴス BH のアンヘル・マドラスが1ポイントを獲得し、リードをさらに広げる形となりました。ダウンヒルをコントロールしていたのはナイロ・キンタナを安全に下らせたいモビスター。下りでのペースが速かったのか集団が中切れを起こしています。デュクーニングクイックステップが集団の前に出てペースをコントロールします。ここで逃げていた2選手の1人ブルゴス BH のホルヘ・クベロのバイクでメガトラが発生。フロント 53T、 リア 11T で変速が固まってしまい、アウタートップ縛り。一緒に逃げていたロッド・ソーダルのイエール・ワライスは諦め一人での逃げを開始。クベロはその後ボーラ・ハンス・グローへ率いるメイン集団に捕らえられてしまいました。その後すぐフィニッシュまで20キロ地点で約16秒の差で逃げていたイエル・ワライスは逃げるのを諦め、スピードを落としながらメイン集団にそろりと合流。雨は止んでいましたが、風はフィニッシュラインに近づくにつれ強くなっていく一方です。 EF エディケーションがペースを上げ先頭を牽引していきます。 EF のペースアップにより他のチームを切り離すことに成功。落車に巻き込まれ怪我の手当てをしていたリコベルト・ウランはチームのサポートもあって先頭に復帰、一緒にゴールを目指します。フィニッシュ手前の5キロ地点ではドゥクーニングクイックステップのレビ・ガマニャが一人でアタックし、他のスプリントチームにプレッシャーを与えることができました。しかしガマニャの逃げは2キロほどで大幅に減少し、 1.2 キロ手前でメイン集団に捕まってしまいました。さあ、フィニッシュに向け各チームが速度を上げていきます。残り 900m ではドゥクーニングクイックステップのファビオ・ヤコブセンも戻り、最後の直線ではガマニャが集団に戻されるまで力を温存できたチームメイトのマキシミリアーノ・リケーゼが加速しヤコブセンを発射。その後ろからサム・ベネットも来るが、両者並んだままバイクを刺してフィニッシュ。写真判定によりドゥクーニングクイックステップのファビオ・ヤコブセンに軍配が上がりました。これによりヤコブセンはグランツール初出場で初優勝を飾ることができました。日本の荒城ゆきらはしっかりとしたリードアウト役を務め、ステージ63位で第4ステージを後にしています。さあ、今回のステージの結果は1位ファビオ・ヤコブセン、2位サム・ベネット、記載にミスがありますが3位フェルナンド・ガビリア、以下ご覧の通りです。総合順位は変わらず1位ニコラス・ロッシュ、2位ナイロ・キンタナ、3位リコベルト・ウラン、以下ご覧の通りです。さて、次回の第5ステージはレリアナからハバランブレー天文台までの 170.7km、 今大会最初の頂上フィニッシュとなり、最後の 11.1km で平均勾配 7.8% の上りが待ち構えるため、レース展開には目が離せません。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回のハイライトでお会いしましょう。さよなら。